おはようございます。はい、この格好で、この場所っていうことは皆さん勘のいい人は気づきましたか？はい、寝落ちしてしまいました。やってしまった。私知ってる？これまだお風呂入ってないんですよ、ブー太郎。汚いからやめときな。可愛いでしょ。さっきゆうちゃろうがさ、なんかずっとブーがこっちをなんかこんなんかさ、横見ながらチラッチラッって感じで見てくれたら何見てんのって言って喋りかけてたわけ。そしたらゆうちゃろうが急にさ、別に意味なんてないしとか言って、なんか急に言われて、で、あんたに言ってないし、みたいな。何見てきてるのって、ブーちゃんに言ってね、つったら、いや、それ、ブーの心の声とかって、ただチラチラ見たぐらいで、いちいちこっち見てな、なんか喋りかけてくるんじゃねえよ、とか言われて。なんか、それが面白かったから、映像に残したかったけど、案の定無理でした。なんか、今から出かけるらしいです。じゃあねー。おい、おはよう、ブス。なんなん、その座り方。その椅子の座り方何？どういう状況なの、それ。足組むわけでもなくさ、なんでそうなの？骨盤歪むで。かわいいな、あんた。ちょっとやって、さっきのブーの声。な、あんたかわいいな。なんでこうやって手置いてくんの？足に。やらへんのかい？なんで？かわいいね。なんで？遊んでほしいんやんな。そりゃそうですよね。昨日、あんだけ長い間留守番されてるから。じゃあ、おねだりしてください。いや、まだあれやからな。昼間やからさ。あ、来た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 。もう一匹。うい！ひみっちゃん。はい、どうも。こんばんは、こんにちは。おはようございます。今日は土曜日ということで。まあ、朝のシーンが映ってるのか。そもそも。またブータロ一人かよって感じなんですけど。すいません、本当に。まあ、ゆうちゃろさんね、寝てるんですよ。夕方の今3時半とか4時ぐらいなんですけど。ゆうちゃろ寝ておりまして、まあ、寝てるというか上の部屋でゆっくりしてるのかな。もう本当になかなかね、休みの日とかも忙しかったりしたの で、平日も結構さ、今週忙しかったから、仕事終わってからもあんまゆっくりできてなかったので、今多分ゆっくりしてらっしゃると思います。で、今日はですね、ちょっと今こっからはですね、ちょっと見る人を制限というか、まあ、なんか変な意味じゃなくって、ちょっとたまには、やっぱりね、ブータロ基本ポジティブに生きていきたい派なんですけど、さっきたまたまさ、12月1日の Vlog 見てると、ちょっとこう引っかかるコメントというか、それがあったので、ちょっとマイナスっぽく感じられちゃう人も、この話だといるのかなとか、あんまこういうのコメント拾わなくていいよとかさ、なんかそういうコメントは気にしなくていいんだよとか、多分ね、皆さん優しい言葉をかけてくれるとは思うんですが、まあでもこれもね、本当になんかただのアンチの人じゃないのかなっていう感じを勝手にコメントの内容を読んでると思ったので、まあ、こういう回もたまには毎日更新だしあってもいいのかなと思って、ここからはちょっと今日はマイナス系のお話をしていきたいと思います。まあ、なので、マイナスっていう話なのかもわかんないけど、なんていうの、ちょっとネガティブなコメントというか、あんまり、こう、拾いづらい。あんま拾い、できれば拾いたくないコメントを、あえてちょっと拾う回にしたいと思います。だからね、ちょっと聞いてて、なんか悲しくなってくるとか、嫌な気持ちになるって、もう思っちゃう人は、ここから、シャットダウンで、すいませんが、よろしくお願いします。まあ、でもこれも本当ね、こういうプラス、基本ポジティブな精神だけど、プラスばっかじゃ人生やっぱね、うまく生きていけないですからね。なんか、真剣に受け止めてます。まあでも、やっぱだからといって、やっぱこういうマイナスのコメントはできれば、控えてほしいというか、まあ後で紹介しますけど。
うん。やっぱりね、ブー太郎は平気なんですけど、これをもしゆうちゃろうが直接見ちゃったらどう思うんやろうとか、思う内容だし、で、視聴者さんも、ブー太郎たちのゆうぶーファミリーって言っていいのか、ゆうぶーのこのね、いつも視聴者さん、それぞれいろんな方が見てくれてると思うんですけど、やっぱそういうコメントこう目についたらやっぱ嫌な思いすると思うんですよね。だから本当は多分、一番いい対応、100% の対応としては、ブー太郎がそのコメントをもうオフにみんなから見えないようにして、こう今日みたいにもう今日の動画みたいに、もう話題にも出さないのが一番ベストなのはもちろん分かってるの。100%。なんか一番、なんていうのかな。いい答えというか、いいその対応の仕方っていうのはそうなのかもしれないけど、でもなんかちょっとブー太郎の本性としては、こういうマイナスの意見も実は、なんか大事にしてて、好きとは違うんですけど、なんかしっかり受け止めたい派で、傷つくよ、傷ついたりもするし、うわってちょっとどんよりも今若干してるのはしてるけど、でもなんかすごいここにはめちゃくちゃ自分の成長も入ってるのも分かってるからさ、こういうマイナスな意見にも、そうだからそれさえもブー太郎は大事にしたいので、まあ、ちょっと前置きだいぶ長くなっておりますが、ちょっとここからは、見るか見ないかは、そこのあなたに、お任せしますので、先にお伝えさせていただきました。で、まあ、そんな中ですね、まあ、ちょっとブー太郎今日昼ご飯と朝ご飯なんかあんまりちゃんと食べてないんで、まあ、どっちみちあんまり体には良くない、こちら、カップラーメン。これ会社のね、先輩にいただいた、山わさびラーメン。これね、めちゃくちゃ辛いんですよ。でもこんなこと喋ってるうちに麺が伸びちゃってもやばい。大変なことになってる。見えますか？まあ今日はちょっとね、ダーク回ということで。まあでもそれはそれで面白いのかなっていう。結構さ、人間って面白いもんで。なんだろうね。まあブー太郎にもあるしさ、表上いい人のふりしとこうみたいな。ふりって、なんかちょっと、今日なんか言葉になんか、ね、語弊が生まれたら嫌なんですけど、なんていうの、天使ブー太郎とブー太郎、あの悪魔ブー太郎っていうのはもちろんいるし、みんなにもいると思うんですよね。うん。だからこんなこと思っちゃあかんけど、ついつい思ってしまったとかさ、まあ、それで自己嫌悪になったりもするわけであって。そう、だから、いいコメント会ももちろん開きますけど、もうほんといっぱいコメントばっかなのね、もうほとんどが、もう 99% がもう嬉しいコメントなんですけど、ちょっと 1% だけ、うんっていう、ちょっとなんか、ぐさ、それ言っちゃうとか、なんか思っちゃうコメント1個あったんで、あえてそれをちょっと拾っていこうと思います。でも先にちょっと嬉しいコメント。ブー太郎さんの気持ちわかりますとか、すごい、昨日の動画でね、ブー太郎が、ゆうちゃろうの家族と一緒にご飯をいたときに、なんか、いろんな、それこそ、ゆうちゃろうとの家族の付き合いでさ、ほとんどプラス面だけど、やっぱ、マイナス面ももちろんあって、そういうのに悩んだときもあったけど、結果、今すごい、いい方向に進んでて嬉しいっていうお話をしててね。なんでその話したんだっけ？やばい。もうさ、なんか何を言おうとしたか目的がわからないことってない、たまに。なんか、途中まで話してて、これ次どう結びつけるんやったっけっていう、謎の状況になってるんですが。そう、でもみんなほんといい、その話をしたから、みんなが、そう、気持ちをわかります？そう、ブー太郎がゆうちゃろうの家族とご飯行って、なんか幸せな気持ちになったっていう、まあ複雑な話とかもしたからさ、みんなすごい共感のコメントをしてくれてるんですよ。ありがとうございます。嬉しいな。そう、これもね、こういうコメントこそ一個一個本当拾っていった方がいいんですけど、まあ、ちゃんと読んでるんでね、そこは信じていただいて。で、今日はちょっと気になった人、まあ、この人もこんな動画で取り上げられるだろうと思ってなかっただろうけど、まあ、でもこれはね、ある意味、なんかフェアじゃないと思うんですよ、ブー太郎は。こういうことを、書いていただいたからこそには、ブー太郎も、ね、いろんな感情にさせられるわけで、まあ、ちょっと画面にはもう映さないですけど、こう、口頭でね、読むと、この方から二つコメント来てるんですね。そう。あ、で、この動画の内容はブー太郎に来てるので、まあ、皆さんがいろいろ思うこともあるだろうし、共感する人もいると思うの、ここから紹介する内容は。で、逆に、ありえない、そんなこと言うなんて失礼とか、こう、いろんな意見が飛び交うと思うんですけど、もう皆さん、もうこのブー太郎の話を聞いて、皆さんの中で消化してください。だからその人のコメント見つけに行って、なんか変なことをお返事しに行ったりとか、なんか絡みに行ったりとかはやめましょう。はい。
ていうね、まあ、これもただの豚の勝手な願いなんで、あれなんですけど、一応言っておきます。で、ちょっと待って、先食べていいですか？いただきます。うわ、今日の動画も長くなりそう。もう7分も喋ってる。うん。うまい。あれ？なんかさ、もっと辛かったんだけど。確かに、これさ、貝って書いてるんですよね。改め、見えます？だからちょっと辛くなくしたんかな。結構すごかったのよ。もうなんか、あ、でもタバコやめたからっていうのもあるのかな。もうこう口に入れようとした瞬間から、むせてさ。それがなくなってて、なんか、万人受けそうなラーメンになってるからいいんじゃないでしょうか。結構ね、前、一回目食べた時はもう本当にめっちゃむせたから、もうわさびのああいうむせる系が嫌いな人は多分、絶対食べれないだろうなと思ったんで、なんか、いい気がします。美味しい、めっちゃ。はい、ということで、ラーメンレビューで話終わってしまったんですけど、まあでもね、これ、このコメントね、もう全然アンチとかじゃないと思うんですよ。多分前からいろいろ見てくれてて、単純な疑問、プラスちょっとなんか、こう、なんだろうね。まあ一回読みますね。勉強して受かりましたよね。辞めたんですか？食わしていくって言ったのに前の仕事に戻ったんですか？親が金持ちだから援助してもらってますよねっていうコメントが、まず最初に来てたのね。で、まずこの勉強っていうのは、そう、最近してくれた人もさ、何人かの人から質問もらったんですけど、ずっとね、昔から時系列を、UV カップルを追ってくれてる人はもちろん知ってる話なんですけど、めちゃくちゃ去年、ですよね。うん、なんかちょっと、ちゃんとした月を、覚えてないんですけど、簿記の勉強をし始めて、準2級、あ、じゃあ準2級じゃない、間違えた、2級まで、無事受かってですね、3級でしたっけ？怖くない？こんな大事なこと忘れる？え？ 2 級でした？まあ、とりあえず2級だよね。ゆうちゃろうがとりあえず簿記を頑張って勉強して、まあ、ちょっとこう、ある職種を目指してたわけですよ。結構難易度高い。で、まあ、就活もうまくいって、やってたんですけど、まあ、いろいろこの会社の事情とかお客さん事情とかで、ちょっとその、仕事を辞めちゃったんですよ。そう。で、まあ、そっから、また別の会社にね、移動したんですけど、まあ、その移動した理由も、もう全く目指してた業種とは違うところに行っちゃって、まあ、多分、ゆうちゃろうにしかわからない感情で、今もずっと動いててさ、ぶーたろうもゆうちゃろうのことを 100% はわかれないので、まあ、いろんな感情があったんだと思うんですよ。すごい頑張る力をでみなぎってたし、すごい寝不足になりながら、体力削りながら、めちゃくちゃ目標に向かって頑張ってて、本当に尊敬したし、もう心配にもなったし、まあでも二人で、なんかいろいろ思うことありながらも前向きに捉えててさ、頑張ってたんですけど、まあ多分結構傷がいったと思うんですよね。辞める理由が辞める理由だったから。うん。まあこの話はどっかの過去の話、配信でもしてるんですけど、あんま今日はちょっと詳しくは言わないですが、まあちょっと、ね、結構心に傷がいくような、事件があったので、そう。それでまあちょっとやめちゃって。でまあそこからちょっとこう自信をなくしたのもあったりとかで、全くね目指してた方向とは違う仕事場に行ったら、またそこはそこで結構ブラックな会社というか、もう残業だらけで、もう日付平気でまたぐし、みたいな感じで、体力仕事になったんですけど、まあそこはそこで、多分、今、現在は耐えれてても長い目で見たら、もう無理だなってなったのか、まあ、そこの仕事もね、やめてっていう感じで、まあ結局、もともとブー太郎と一緒に働いてた職場に戻ってきたんですけど、そう、だから、
まあ本当だったらね、この質問には多分隣にゆうちゃろがいてゆうちゃろが答えるべきことなんですけど、まああえてブータロこのコメント来てたよと教えたくないというか、なんかちょっとトゲがあるように感じたんですよね、この人が。なんかこう、あんまり寄り添った質問の仕方の書き方じゃないというか、食わしていくって言ったのに前の仕事に戻ったんですかとかっていうなんか言い方ってなんかすごいちょっとトゲがあるように感じる。そう。まあ今聞いててさ、多分そういうつもりで書いてないですよってもしかしたら怒られるかもしれないですけど、でも本当捉え方って文字ってこれ言うとこが本当怖くってさ、なんていうの、まだこう絵文字とか顔文字とかついてるとなんかこう表情のさ顔がついてるやつとかでなんかあこういうニュアンス言ってくれてるのかなってわかりやすいんですけど、やっぱ文字だけで単品で見ると同じ言葉でも全然その人を見た人によって捉え方変わってくるというか、なんだよ姫ちゃん怒ってんのかよ、はいどうぞ、うん、そうそうそう、でまださ、この、辞めたんですか？食わしていくって言ったのに前の仕事に戻ったんですか？までは、まあ、まあ、と思って。で、その次に親が金持ちだから援助してもらってますよねっていうさ、この決めつけ？これはさ、いやでもすっごいわかるの。それはブータローたちの動画見てたら、なんか、生活基準がちょっと、まあ、普通よりは、なんかリッチそうに見えやすいような、まあ、買い物をしてるものもそうだし、買ってきたものとかね、見てるとやっぱ、そう思うだろうしさ、お話とかも今までしてきた中でね。だからなんかすごい言いたくなる気持ちもわかるんですけど、でもただのそれは本当に決めつけで、援助ってそもそもどこからが援助なのかもよくわかんないわけですけど、ちゃんとブータローとユーチャローは仕事もしてて、それなりにちゃんとお給料ももらってて、その家のローンとかもあるんですよ。そう、これね、ちょっとさらにもう一個のコメントが来てるんですけど、同じ方からね、ちょっと読みますね。そこに話がちょっとつながってくるんで、もう一個のコメント急に読むんですけど、ゆうちゃろうの親が金持ちだから心にゆとりがあるように思えます。なんかすごい金持ち感が出てすぎて、親の自慢とかだから家もそんなでかいのが買えたんでは、ローンはあると言ってましたが甘えているんだろうなって思いますっていう、まあ、このままね、2個目のコメントもすごいちょっと皮肉っぽさがあるというか、なんだろう、なんかすごいトゲがあるよね。なんか、うん、すごいきつい感じに捉えた。ブータローはね、わかんないよ、どういう意図で書いてきてるのかは。今聞いた人もね、それを見てどう、聞いてどう思ったかはそれぞれだと思うから。そう。で、本当に間違いないんですよね。でも実際に。ゆうちゃろうの親は決して貧乏ではないと思う。でも貧乏の時代もブータロー見てきた。実は。うん。でもいろんな努力があって、今の生活をしてるのね。お金持ちかどうかは知らない。その、世の中のさ、アベレージがどんなものかわからないし。でも、全然その、ご飯食っていくのに、もうギリギリとか言うのでは確かにないし、買い物もなんか好きなものを買えたりとかもしてるから、まあ、そういう面でさ、やっぱゆとりがあるように見えるだろうしさ、まあ、最近そのまあ買ったもの紹介とかも確かに、そう、ブタは多分こういう意見も出てくるやろうなと思ったから、あんまりこう、わーって買って見せすぎるのも良くないんかなとも思ったけど、なんかその気の使い方もなんか意味わかんないなとも思うわけですよ。別に、好きでこう手に入れて、まあどういう経緯、まあそれが自分たちで買ったものなのか、それとも、良かれと思って親が買ってくれたものなのか、まあそこはもうこっちの勝手であってさ。うん。だからそこに対してなんか羨ましいなーとかって、なんか言ってもらう分にはいやいやなんかごめんなさいって感じになるんですけど、なんかこのね、金持ち感が出てきすぎて親の自慢とかだからってこういう風にやっぱ見られてしまうんやなと思って、うん、まあ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 致し方ないなとも思うんだよな。だけどそりゃそう、そう、文字と一緒よね。ブータローたちがこう動画で表してるのは自分たちにそういう意図がなくても、
これただの自慢知ってねみたいな、いちいちこんなん紹介しなくてよくねみたいな、しかもあんたたちのそのなんかやってる仕事でそれって買えるような値段じゃないよねとか、まあ、それは思うだろうなとも思うんですよ。うん、だから全然 100% なんでそんなこと言うんですかとも全然思ってないんですけど、まあ、ただちょっとこのコメントの書き方にすごいなんかトゲがあったので、あんまりそれはそれでどうなのっていうのがブータロの正直な意見なんですけど、でローンもあると言ってましたが甘えているんだろうなと思います。でもこれももう本当見え方ですよね。でちなみにローンはもうちゃんと自分で今払ってますし、あのそこは全然親に頼ってないです。だからなんかちょっと謝ってほしいこっちからなんかさ、もう好きよ、好き勝手自由にコメントするのはいいけど、なんかほんと失礼、うん、だから気をつけた方がいいっていうのは言っておきたい。もうブータローは、まあ、こんなこと言ったけど別に全然いいの、別に謝ってって言ったけど全然謝らなくていいです、本当は全然いいです。だけどこれをなんか他の人の動画のコメントとかでやらない方がいいよってめちゃくちゃ思う。なんか自分の価値が下がってることに気づいた方がいいというか、まあ、思うことは自由だからね。まあ、これはブータロの意見よ。ブータロも今こういうことを言うことによって、もしかしたら見てる人によっては、それ、そんなこといちいち言わなくていいんじゃないって、まあ、今、こう、ブータロの価値が下がってるかもしれないしさ。まあ、もう人生自由なんですけど、まあ、いただいたコメントに対してブータロが受けた感情とともに、でもブータロはこう思うよっていうのを、素直にぶつけたいなと思ったんで。うん、家のローンとかに関しては、甘えてない。でも確かに、100% 間違ってもない。この方の意見は。その、ゆうちゃろの親がお金持ちだから、心にゆとりがあるように思えるって、それはもちろんのことって思う。本当に。だって、そんな親が苦しそうにしてて、いい気持ちになるわけがないじゃないですか。うん。ゆうちゃろの親が、こう、キツキツじゃなく、ちゃんと、まともな生活を送れてるんやなと思うと、すごい、安心する。だけど本当に苦労してる時期も見てたから、今こうなって、あ、本当に良かったなって心の底から思ってるのよ。もうその裏の努力を知ってるからね、ブー太郎は。そう。だから、なんか決めつけては欲しくない。なんかただの、もう生まれ持った時からお金持ちなんでしょうって多分見てると思うんですよね、この人って。ゆうちゃろう家もすっごいいろいろ苦労してるから、そう。だから、勘違いだよって伝えたいです。うん。まあこんなこといちいち言う必要がないんですけどね。ね。多分一番思ってると思う。なんでそんなコメント拾ってはこんな熱く語ってんのと思うけど。でもこういうのもすごい人生じゃないですか。なんか楽しくないですか。こういうのを目につかず無視するのが一番綺麗だとも思うけど、でもこういうのを拾って、でも実はちゃんと受け止めてて、ちゃんとこういうコメントに傷ついてて、で、こっち側の意見ってこうなんだよってさ、正解不正解を置いといてね。こういうラリーって、なんか人生において大事な気がする。うん。そうそう。だから、もう全然、まあお金持ちかどうか置いといて、ゆうちゃろの親を今見てすごい安心してるからゆとりは全然あるし、でも逆に、うち、このブータロの親に関しては、逆に、ギリギリの生活というか、ま、失礼か、ギリギリなんかわかんないですけど、なんかちょっとこう、まあ、そんな裕福には過ごしてないけど、それはそれででも全然幸せそうにやってるなって、こないだ会って安心したしさ、別にお金があるからって幸せとも限らないし、お金がないから幸せじゃないとも限らないので、なんかすごい妬みにも感じたなって思っちゃいましたね。うん、まあそういう動画を出してるブータローたちも悪いんですけど、うん、でも全然幸せの共有をしてきてるつもりなので別に嫌味とかではないっていうのは分かっててほしいかなと思います。そうだから今後も、うん、後ろめたい気持ちもたまにありますよ。こんなものいただいた、それこそ視聴者さんからさもらうプレゼントもそう、なんかどんな身分でさいつもファンの方からさこんなプレゼントをもらってるのってすごい思うから、なんかこうね動画越しに紹介するのもなんか嫌味なんかなとかも考えたこともあったしけど、なんかでもそこの負の感情に寄り添うよりは別にね嫌がらせとかこう嫌味でこう、うん、もうこんな生活を送ってんねどうやみたいなことをしたいがためにやってることじゃなくて、ただただ送ってくれた人がこうちゃんとね、届いたよとか、安心してもらえて、で、どんなのが届いたのか気になるっていう人にも、ね、楽しむコンテンツにもなるしさ、そう、これもそうじゃん？今日先輩にもらったラーメンも食べながら、
やっぱ動画出てると上げた人は多分その方が嬉しいと思うし、まあ、もちろんね別にこう動画に紹介しなくてもいいことなんですけど、全然でもやっぱり嬉しいと思うんですよね。豚だったら嬉しいので、ね、上げたものこうやってなんだかんだ照れ恥ずかしながらさって思うから、まあ別にさわかるけど、僕豚がこのねコメこの方のいただいたコメントを見てさ、なんか単純にこうなんかすごいトゲがあるって捉えてさ、なんかこうやってなんかめっちゃ頑張ってさお話ししてるけど、これもこれでなんか気にしすぎじゃないとか、こう別に拾わなくてよくないって思って今冷静に見てる人もいるだろうしさ、本当に人間って面白いなと思うよ、うん、まあだけどそう今ゆうちゃろうの家がすごい幸せかは分かんないけどさ、こう別にお金に困ってないとこ見てると確かにゆとりはあるし、甘えてるとこももちろんありますね。うん、それはブータローもすごい思う。ちゃんと今の自分の生活は自分たちのお金で賄ってるけど、それこそ昨日のご飯とかさ、もうご飯代出してくれたりとか、あと、この間も明太子が届いたから、明太子あげるよとかさ、お米とかもあげるよとかって、支援してもらってるわけですよ。自分からもうちょうだいちょうだいとかって言ってさ、もらいに行っちゃったりずうずうしくしてるから、全然甘えてないのかって言ったらもうそうじゃないから、これを聞いてさ、この年齢ね、どうなのとか思われたら思われたら、まあ仕方ないわけなんで。でも別にそれがお互いがお互いね、気持ちよく関係性築けてるならそれでいいのかなと思うので、うん。って思いますけど、はい。まあね、すいません。まあこういうコメントが来ましたっていう感じですよ。まあ、皆さんもね、いろんなこと言われたりとかすると思うんですよ。人間ってやっぱ嫉妬妬みしちゃう生き物なので、まあごめんね。この人が嫉妬ネタ見で書いたかどうか別としてさ、ブータがこのコメント見てそう捉えちゃったから、そう、でもみんなもあると思うんですよ。だけど本当にそれを気にしちゃってさ、もう人生嫌やってなる人も本当にいっぱいいるわけで、言葉って人を幸せにもするけど全然不幸にもするからさ、なんかまあなるべくもう全然受け入れるけど、あんまりマイナスのコメントは、そのマイナスなコメントする人にとっても、まあ、される側の人にとっても、それをどっか第三者が見る側にしても、やっぱりあんまりいい気分はしないと思うから、うん、なるべくこのチャンネルでもプラスなことをより多く書いてくれたら嬉しいなって思う、うん、まあでもむしろ結構平気だからな。まあ、こんなこと言っちゃったらダメなんだけど。なんか、そう、さっき、最後の冒頭にも言ったけど、結構勉強にもなるので、あ、こう見られるかとかさ、悪いことばっかじゃないからさ、悪いコメントは。うん。全然いいんですけど。うん。でも、多分人の気持ちを本当にわかる人だったら、こういうこと書かないよねって思っちゃうから、そう。なんか気づいてほしいなって思っちゃう。うん。言い方とか。うん。思っててね。まあでも、うん、っていうブータローの意見でした。はい。ごめんなさいね。このコメント書いてくれた人も気悪くしてしまってたらすいません。だけど、ブータローもちょっと気悪くしたし、まあそうなってるんだったらお互い様っていうことで。うん。でも絶対もううざい、もうありえないとか、そういう感じで見てないので、全然貴重な意見をありがとうございましたって。何？本気で思ってるから。皆さん、ありがとう。ねえ、まあまたね、嬉しいコメントとかも、なんか、ナチュラルなコメントとかも。で、またこれからもどうせね、嫌なコメントとか、もう、今日の人は多分アンチじゃないと思うので、もうほんとただただアンチの人もこれから来るだろうしさ、もういろんな内容来るだろうけど、まあ、全部が、ある意味エンタメになるというか、なんか全部勉強になるので、前向きに楽しんでいこう。まあ、こんな感じで、うん。何言われても、傷つきながらも、最終的には平気に消化できるので、はい、これからも、ブータローのこういう一人語り、皆さん聞くのしんどいかもしんないけど、付き合ってくれたら嬉しいです。やば !26 分も喋ってる。ね、大丈夫これさ、みんなのちょっと本音を聞きたいかも。あのさ、こういう時こそ遠慮なく、ちょっと長いなとか、最近の動画どうなんですか？みんなもうほんと優しいし、多分、ほんとに楽しんでるから、
嬉しいこと書いてくれると思うんですけど、多分負に思ってる人、なんか違うんじゃないとかって思ってる人とかも絶対いると思うんですよね。まあそれを聞いたからってどうなるかっていう、まあ結局ブートラ出したいことするだけなんでいいんですけど、なんかちょっと統計を取ってみたいよね。みんなが単純にどう思ってるのか。もう楽しかったとか、もうどんどん続けてほしいとかいうコメントも、もう絶対にもう今日はいっぱい欲しいし、むしろなんかちょっとあんまり好きじゃないとかさ、なんかもう、みんなになんか、なんていうの、うちのこのコメント欄って結構基本平和やから、そんな中にちょっとマイナスな今日みたいな人は勇気振り絞って多分書いてくれたと思うんですけど、悪いというかマイナスなこと書くのためらう人も、なんかちょっと、この機会にぜひ書いてみてほしいですね。編集も最近してないしさ。でもすっごいやってる側はね、楽だし楽しい。なんか、ナチュラル感、なんか作ってない感、もう作ってない感がほんと強くなった。うん。より。はい。っていう感じで、もう終わります。30分もなっちゃうんでね。はい。じゃあね。ありがとうございました。中。